中日根尾明投手、23歳、の評価がうなぎ上りだ。今季初登板及び初先発となった18日の広島戦はプロ初勝利こそ手にできなかったが、インパクトのある投球内容で周囲を唸らせた。その一方、投手転向が課題の打撃強化に大きなプラス作用を呼び起こしているという。前日の広島戦では、6回3分の2を投げ、4安打4失点ながら自責点は0。打っても3打数1安打と元野手の意地を発揮。4回の2打席目では日の出るような弾丸ライナーを右前へ放ち、今季初安打となった。やっぱり打っても投げてもネオはドキドキさせてくれるいい選手や。スイングスピードだけ速くてもコンタクト技術とかないと打率上がらない。個人的には遊撃ネオが一番いい。どっちつかずになるくらいなら一番輝ける道を示してあげてほしいわ。ライトへのクリーンヒット、かなり良かったな。さすがはネオ。OB の中村は、今後ネオが先発した時は、9番バッターである必要はない。7番とか2番バッターとか面白い。とラジオで言ってた。2番はともかくとして、投手だからと9番に置くより、本人は7、8番に置かれた方が嬉しいかもしれんな。初先発でいろんな話題をさらっていくのはネオらしいわ。頼もしいドラゴンズの顔になってほしい。打撃だけではなく、バント処理で見せたフィールディングも元ショートの片鱗を見せていたし、岡林のタイムリーの時にきっちり3塁まで進んだ走塁も野手として見てもレベルの高い方のプレーだった。あのスイングでの2打席目のヒットや3打席目の惜しかった当たりを見れば、誰だって期待する。あの打撃が続けられるならそれこそ野手としてスタメンに出たっておかしくない。二刀流でこれまでの借りを一気に取り返してほしい。スイングスピードが上がったというか、無茶振りしなくなった。ピッチングのために下半身を作り直したことも大きい。まだ体が細すぎてバットに振られて体勢が崩れるほどだったからね。確かにスイングスピードは上がってる。少なくても投手の打撃ではないわ。ドラゴンズ希望の星。今後先発するときは投打に注目。さらに楽しみだな。